どうも、この丸です。来たろです。じゃあ今日は INI の6枚目のシングル、ザ・フレームの売り上げについて話していきます。まあ今回のね、INI のフレームが、まあ桜坂46さんとね、まあ、発売日が一緒で、 売り上げのね、デッドヒートを繰り広げてるわけですよ。そうだね。でも今それがめちゃくちゃ熱いんでしょ。そうなん。まあ、ちょっと今、オリコンに限っての話をするけど、そのオリコンだとね、まあ、初日1日目が桜坂さんが5万枚ぐらい上で、大丈夫かなって、多分その1日目の売り上げ出た時にさ、我々その初見の感想動画撮ってるから、その時にどうなるかね、みたいな話したんだけど、 まあ、あれからね、二日目、三日目、四日目の売り上げが出て、まあ、二日目以降はね、いいちゃんの方が売り上げが、上回ってて、ついに四日目、今日、6月29日ね、まあ、桜坂さんのね、売り上げをね、3500枚、上回りました。いやー、どんどんどんそうそうそう、その音入れるよ。<laughs> いや、すごいよね。てかさ、やっぱさ、あの、初日はさ、あれだけど、その、2、3、4日はさ、全部、 その、もう比較して申し訳ないけど、ね、どっちも最高なんだけど、うん、桜坂さんよりやっぱ CD の売り上げ自体はさ、ああいうん、の結構いい感じにね、プラスになってるもんね。その、うんうん、上回ってるんだよね。連続でね。そうだね。そう。2日目以降はね、全部イニちゃんの方が上でっていうので、まあその、累計ってか、まあ初動の累計にしても、 まあ、上回ったわけだけど、まあ、あと二日あるから。その、そうだから、まあ、今の時点で4日目まで出てて、で、土曜日、日曜日の売り上げまで反映されるから、で、土曜日はもうさ、うん、本日終わったけど、そう、だからこの二日間が勝負っていうか、その、上回ったけど、向こうもどれだけさ、土日の方がやっぱ売り上げ上がる傾向にあるから、どのアーティストも。うん。そう。どうなるかっていうのがもうほんとヒヤヒヤもんなわけよ。そうだよね。結構さ、皆さん、 おいふれされとるんやろやっぱり。うん、いや、そうなん。もう、やっぱ、その、結構もう在庫切れどこの店舗でもね、してたりとか、もう結構もう枯らしまくってるわけよ、ミニちゃんが。あー、もう初動に間に合うのはもう店舗で買うのが一番だもんね。<あ>そうそうそう、もうギリね、オンラインでもちょっと間に合うとこ一部あるんだけど、でもその間に合うか間に合うかの瀬戸際だから、やっぱ、そう、点と意が早いから、 っていうので、うん、結構その、ハッシュタグとか使って、在庫情報共有し合って、ここ空いてますよ。ここ行ってください。この地域の方々、この店舗行ってください。みたいな呼びかけとかがやっぱすごくって。<laughs> <laughs> すごい。やっぱり SN SNS 時代すごいよね。だからそういうのがやっぱすごいから、うん、その協力し合って、そう、じゃあ枯らしに行きますね、みたいなんとかね。ああ、すごい。うん、すごいね。やっぱ団結力やばいね。ねそう。そう、お宅の数はさ、まあ、あちらの方が多いかもしれんけど、その団結力みたいなの やっぱ見にすごいからそうだね。いやー、ーそうやっちゃい今完全にそのさ、団結力で結果出そうとしとくからね。<や> <laughs> 普通に。そうな、そうな。うん。そう、だからさ、本当もうドッキドキなわけよ。もうやばい、もう気が気じゃない俺とかも。えー、すごいね。いいなー、なんか。暑いね。うん。暑い。いや、マジで暑い。ね。 いや、なんかさ、まあ、数字だけじゃない世界だけど、なんかやっぱその、なんて言うんだろうね、難しいところだと思うんだけど、やっぱその、プレゼントしてあげたいみたいなさ、気持ちもいっぱいあるじゃんね。うんうん。うん、そうだね、そうだね。なんか、そう。しかもその、やっぱいい感じだ、なだけに、もうここまで来たら、正直、そう、引き継がれないみたいなね。そうそうそう。それそうれあれ、意外と僅差だな、みたいなところ始まり、<う>なんかこうなって、今ね、うん、今の段階だとだけど、そうそうそう。そう。そう だからやっぱその、やっぱ、後のさ、デビューからオリコン連続1位みたいなんとかさ、やっぱ語られるさ、その名詞はさ、やっぱずっと続いてたりするから。そうだね。うん、なんかさ、そういう情報ってさ、やっぱキャッチーね、キャッチーとていうかさ、日本のさ、音楽番組っていつもさ、右上にさ、なんかそういう情報をね、つけられるじゃん。うん,うん。大体。確かに。うん、かそれさ、そう、別に音楽番組だけじゃなく、情報番組でもそうじゃんね、朝のやつとかでも。うん、そう、ね、そううーん。なんかいいやつであればあるほどいいもんね、普通にね。そうそうそう。うん。 そう、だからやっぱそのね、やっぱ負けられない戦いなわけですよ。<laughs> そうだね。え、でもなんかさ、メンバーもめっちゃ喜んでそうじゃないだったら。ね。うん。いや、わかるわかる。そう。まあ、初期ではさ、その初日の売り上げ出た時点では2位だったから、そのやっぱね、その、なんかごめんね、みたいな悔しい思いさせてごめんね、みたいな感じもあったけど、やっぱここへ来てやっぱ逆転したから、もう初動に切り替えてるからさ、こっちは習慣でね。うんうん。やっぱそれが残るからさ、記録としては後々ね。うん。うん、いや、そう。だから、うん、勝ち取りたいよね。<laughs> <laughs> なんかさ、あれだよね。絶対さ、この感じのさ、やつまあ、結果がどうなるかわからんけど、うん、なんか、すごいさ、あの時の団結力、思い出してみたいな感じのさ、なんか、755のさ、K1、うん、を、K1 に写真集出させる NMBO だみたいな感じの感じ<ー>し、すげえ熱いなと思っとんね、<laughs> 勝手に。え <laughs> 怖い。なんか、今日だったか昨日だったか、俺もその時のこと思い出しとったんだよ。<laughs> 誰も。あの、でも、残念ながら視聴者さんってこれ知っとる人おらんからね、あんま。<laughs> <laughs> あの、うちらがこんなも、それで盛り上がったとてみたいなとこあるから。<laughs> その話。でも言わせて、その7 5五のさ、クリックみたいなの回数をさ、競って勝った人が写真集出せるで、うんうん、多分、NNB がッチで、SK は多分古畑オさんだったかな。ああ、そうだね、そうだ,、ね、だよね。そうだもん。だよね。<laughs> で、なんか戦っててな、クリック率って何みたいな、なんか、なんかあったんだよね。アクセス数みたいなポチポチしとったよね。ポチポチしとったんでね。そう。なんかね、でさ、ずっと古畑さんがすごくて、ほんと直前まで古畑さんがもうダントツぶちぎっとって、で、ケッチが押されとったんだけど、なんか最終日にさ、なんかサエネとかが、最終日になんかサエネがさ、なんていうの、サエネとか、リリポンとか、なんていうの、要目となる結構人気面が、最終日になんかその、いい感じの時に追い風をやってくれたよね。 確か。<laughs> これ私もう覚えてないが。覚えてない。それも。そう。で、そういう感じで、いい感じ最終日に巻き返したいね、直前に。そうそう。締め切り直前に。ね,そうねすごい熱量で話すじゃん、その時のこと。<う>まだリアタイだ、<の>リアタイだ,タイだし今 <laughs>。あのバトル結構鮮明に覚えとって、なんかすごい、あれ、いい、あれだった、本当あれも本当に最終日とかまで負けとったんよ、あれ。 そうだよね。確かね。全然記憶ないんだけど、あんまり。そう。いや、そうそう。だから、そういうなんか、だから逆転ってありますよって話を。そうだね。しかも、結局それってさ、あの、オタクのさ、燃え上がったあの時のさ、その、エピソードとして結構記憶に残るじゃん。で、やっぱ楽しいわけじゃんね、結局それが。確かに。確かに。だって、すごい鮮明に喋っともんね、俺がね。そうそうそう。10年ぐらい経ってね、あれ、10年弱ぐらい経っとる、あれ。しかも、しかも、エネルギーオタで言って、私のオタクなんだよ、エネルギー。そうなんです。 そう、そう、そうな、んそうな。ん。<laughs> ん<か>俺別に結構ね。俺結構その傍観者っていうか、そのさ、結構、あの、取り巻きで見とっただけのオタクなんで、その。<laughs> <laughs> 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 ねえ。うん、でもなんかやっぱね、記憶に残るからね。なんか。そうだね。しかもさ、うん、あの、なんとなく、キー太郎さん的にはさ、やっぱり INI は、どこか今までが恵まれてたから、なんかちょっとストーリー、うん、まあ、あんま良くないのかもしれないけど、こう、うん、なんだろう、こう、なんか成し遂げたみたいな、なんか、こう、なんだろうね。なんかを成し遂げるとか、かかかと悔しい思いしてから成し遂げるみたいな、うん、なんかそういうのがちょっと欲しいなっていうところでもあったでしょ、正直な話。うん、そうそうそう、うん。あの、ストーリーが大事 大事だと思ってるから、そうやっぱその逆境跳ねのけてとか壁乗り越えてやっぱザフレームぶち壊せみたいなとこがやっぱ欲しいから、うんあのそう何に越したことはないんだけどこういうハラハラなんてね、あだけどまあそう来ちゃったから、向こうが発売日ぶつけてきたからもうやるしかないじゃんみたいな。そうだね、そうだね。いやでもそうだね。うんそうだね。いやだからなんかいいいい感じそうだね。いい機会だよね。なんかねどうなるか分からんのもちろんそうなんだけどいい機会。 そう、いい機会なん、うん、そう、あのー、そうな。ん、もちろん買ってほしいのは100%だけど、その、どっちに転ぼうがいいあれだったんよ、今回の件って。うんうん、そうだね、そうだね。そう。だからその、まさかの折り込んでさ、この4日目にして、過去最高の週間売上なんか、60万個えたから。うんうん。そう。だからなんか、もう最高売上とかも叩き出しちゃって、過去最高の。いいないあ、I9 でしょそうそうそう、うんうん、週間売上としても、そうなん。<laughs> 70は行くかいかんかさすがに70は。でも、いや、でもね、4日目が3万8千枚だったんね。うん、で、土日が5万5万売り上げたら70万行くん。 <laughs> ね、5万乗せようとしとる <laughs> いやっても、1 <laughs> 日ずつ。うん、金曜日の売り上げが3万8000でしょでも土日の方が上がるって言われとるから、う,ん、うん。いや、分からんでも在庫切れの問題もあるから、なんともインキロも70万乗るかもしれない、間で。オリコン。わー、すごい、ね。70万乗ったらやばくない普通に。激ヤバじゃん。んロリコンでだよ、しかも。それ。ビルボじゃないんぜ。そう,そうそうそう、ビルボじゃないオリコンって結構その、ね、減らされるから。係数なんか指数みたいな変なさ、計算され,されてさ、減らされるからね、うん、本当に。怒っと方が ミニはそれに、ねうん、<laughs> そう。減らされて、みたいな。意味わからないよね。よく考えればね。そうそうそう。なんかその、やっぱ、1会計3枚ずつっていうさ、法則がなんかね、あ,うん、あの、広まっとって、やっぱその、なんか変に買いすぎると、なんか調整されちゃうみたいなのあるから、うん、なんかそういう独自のルールがあるっぽいんよ、オリコンの。うーん、そうなんだ。うん、現場のひ、ね、現場が疲弊するけどね、そっちくうるとね。<laughs> そう。だから3枚ごと会計、だから俺とかも、マジで分けて会計したからね。 すいません、もう一回並びます、みたいな。なんか、その、<laughs> でしょうがないよね、それがルールしょうがない。それがルールらしいから、もうしょうがないよね。う,ん、うん、そうだね、そうだね。うん、そっか、5万意外とそうだね。2日目で7万で、そっか、ばなんか。うん なんかいいね。<う>このさ、封じで燃える感じ、あの、めちゃくちゃ AKB みたいな時に思い出して楽しいわ、私も。そう。そうな、うんそう、なんか今の時代あんまないで、ね、か、なんかその、あの頃を思い出す感じ <laughs> ちょっと燃えるよね、本当に。そうそう。これさ、一日一日のさ、売り上げ気にしてね、なんか、うん、あの時と同行ううとかやっとったあの時みたいな気持ちになって楽しい。そう,そうそうそう。<laughs> あの頃なんか一生比較させられとったなんか一生戦わされとったみたいなとかねか、なんかいろいろ。そうだね。そうだね。<laughs> <laughs> しまいにはプロレスで 本当に戦かされるんだからね。あ、ね、<laughs> めって東プロレスなの <laughs> 視線で。え <laughs> <laughs> そのうちイニちゃんもさ、ね三十六掛ける三十みたいなさそういう。 あの、なんか、握手会の表みたいな別にでいいよね。お宅から、お宅の自発的なやつで集計してていい、ね、<laughs> てよ別に36部中のみたいな。<laughs> そ,うそうそうそう。36、あ、そう。<ー>36分の6、そうそう、それ。そうそうそう。ね完売表ね。まあいいんだけど、<laughs> そうそう。<laughs> そう、なんかあの頃のね、ちょっと気持ちを思い出すようなね、ちょっと燃え上がるイ,、まあ、イベントっていうかね、そんな感じだから、あと2日、まああと2日っていうか、実質もう土曜日の集計は締め切ってるから、まあ土曜日の売り上げが日曜日明日ね、6時ぐらい。 に公開されてそうっててていいいうう、まあ、で結構見えて見ええくるるいろいろどなかだね。まあ、その上回ったけど、今のところ言うても3000枚だから、ちょっと分からんのは正直あるもんね。そう,そうなん、うん、そうなん。だから、向こうの事情があんま分からんからさ、お相手方さんの。なんかその、まだその発想してないみたいなんがあったら、最後に載せてきたりするんよ。最終日とかに。<laughs> 怖<っ>そう。わからん。<laughs> あとさ、その、やすしのさ、なんかさ、 わからん。なんかそ、そ今日の、ね、お皿洗いながら考えとったんだけど、安しがね、なんかポケットマネーでさ、5万倍買うからみたいな、そか、されたら困らん <laughs> そん <な S 1> <laughs> や安しが。何考えとるん皿洗いながら。<laughs> そう、なんか。<laughs> いやすしが、だってや、やすしもさ、その1位記録みたいな。ま、やすしが気にしとるか分からんけどね。その。気にしないちゃうよ。うん、気にしないか、あの人も。なんかその、うん、いや、俺、5万枚買うから、みたいなさ、上乗せしてきたらどうしようかな、とか思ったりしたんで。いやいや、AKB のしたことないやろ、だって。<laughs> 別に <laughs>、まあ。いや、AKB はさ、俺、ぶっちぎりでいつもさ、あれだったからさ、うん、心配、そういう心配はなかったじゃん、これまで。うん。うん、大丈夫ちゃう。何を気にしたんけ、本当に。<laughs> <laughs> そう。そう。まあまあまあ。だからそう。まあ油断できんけどね。だから最後までそのヒヤヒヤな感じだけども、まあ、ちょっと、まああるし楽しむしかないよね、これをね。うん、そうだね。まあ結構アイドルの醍醐味って感じだからね、こういうのね。まあそう。うん、そう。アイドルだよね。やっぱアイドルならではだよね、こういうのね。うん。うんうん、うん。うん、そうだね、そうだね。ファンの応援あってのっていうあれの感じだから、ねうん、まさに。うん。そうだね。あとはイいちゃん的にはさ、ウォーキートーキーのパフォーマンスビデオのティザーも公開されて、もうさ、 もうこれもめちゃくちゃ楽しみな。ねえ。なんかさ、衣装も今までにない感じじゃないうん。いや、そうな。え、めっちゃいいよね。なんかちょっと、ちょっとなんかさ、あロケットの時のちょっと制服を放出とさせる、そのワッペンみたいなのもついてたりとか、でもなんかちょっとさ、うんうん、ね、また雰囲気変わってるっていうかさ、その、いいよね。うん。なんかね、制服って、 うん、は、その、イニちゃん、さ、ロケってやん時は学校の制服なんだけど、うん、これはなんか、あの、社交界の制服みたいな感じ。<laughs> なんて社交界じゃないんだけど、な,なんていうの、大人の、大人の <laughs> あーあー、わかるわかるわかる。そうだ、学校,学校っていうかは、うん、うん、確かに確かに、ちょっとそうだね。大人っぽい制服だよね。うん、そ,うそうそうそう。なんかね、たけるさんが一番大人っぽいよね。なんかさ、バーテンダーみたいなさ、あ<ー> <laughs> の感じなんで、うん。 わかるそうだね。バーテンダーは白シャツにね、ちょっとベストみたいなの着とるもんね。そう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 。えー、めっちゃ。いらっしゃいますみたいなね。そうそうない,ねいらっしゃいます確かに。ウェンターさんみたいな。<laughs> あ、そうそう。いいよね。なんかね。いい。そう。えー、で、ね、ヒップホップでさ。そう。ちょっとここのディザニはなかったけど、もう中々トレーナーのさ、ティーリレリ,リーの振りもあるから、多分。<laughs> ええ、回したとこじゃなくて回し,とる回したとこじゃない。クラップのとこでもないよ。<laughs> そう、<laughs> 言われたそう。<laughs> そう。だからもしその、パフォーマンスビデオ出たらね、ここの振りですっていうのを言いますね。何分のここですってう言い,、ね、<ー>言いますね。うん。わかったわかった。しかもこれあれか、あの、もう先に見てるから、ああ、あれでっていうキタルさんはなんかそのさ、ほら、初期腹っていうかさ、やっぱり。初期腹的な。<laughs> ボキトキ腹みたいな。ボキ腹みたいな。そうそう、見たから。そうそう,そう。見たからみたいな。自分ああ、これね。 目で見たからみたいな。あ俺あれやっちゃうよくね。やられちゃう。<laughs> あとやっぱさ、西くんが作った曲って思ったらさ、なんか、やっぱ感慨深いね、うん、なんかね。あ、うん、そう。しかも西くんのさ、このメガネ、メガネやばくないわかるー <laughs> もうそ、もうすごいもう染みたい、今。わかるってっこのさ、縁取り細いさ、メガネなんて、ほんと似合う人少ないんだから。わかるおしゃれだね。西くんはさ、ほら、うん、のお顔の、かっこいいようにおしゃれだからさ、おしゃれ顔だからさ。わかるわかる、おしゃれ顔。似合うわけじゃん、ありがたいわ、ほんとに。やばいよ ねえ。めっちゃかっこいいんだけど。いいよ、ほんとに。あと、やっぱさ、ティザーだけの音でも結構テンション上がるよね。このさ、DJ がキュキュキュってするさ、あのスクラッチの音ね。うんうんうん。うんけんほんけんほんんんんみたいなさ、音とか。わかる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 。そうそうそう。なんか、カンカンカンタンタンタンみたいなさ、なんか、リズムの感じとかさ。うん。そう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 。いいよ、もういい。西くん、センスあるね、やっぱね。いや、その、いいヒップホップの曲をね、 本当にうん。で、やっぱ曲作るってさ、曲たくさん聴いてないと作れんからね、やっぱね。うんうん。うん、そうだよね。知識ないと無理だよね。そう。で、特にヒップホップなんてさ、うん、やっぱ日本人はさ、その、やっぱ自分から取りに行かないとさ、得られないから、ヒップホップは。ああ、なるほどね。あ、もともとそういう、育ってるものじゃないから。そう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 。うん、そう、その、普通に生活しててヒップホップが身近にある生活ってあんま日本にはな、まあないでしょ、そんなに。うん,うん。うん、確かに。 そうだね。うん、そうだから、俺なんか取りに行ってないからないじゃん。いまだにほら、ヨーヨーがヒップホップと,、うん、と思っとくから。<laughs> 軽い。<laughs> 軽い。すごい軽いヒップホップ。<laughs> <laughs> だからその、西君のルーツがさ、ちょっと分かるな感じするじゃん、こういう曲って。うんうん、確かにね、うん。嬉しいよね。なんかそういうの聴いてるんだ、みたいな。いいね、みたいなさ。うん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 。うん でさ、このウォキドキはさ、そのパフォーマンスビデオのティザのイメージもね、あのポストっていうかその SNS でね、公開されて、X とかインスタでね、画像上がってるんだけど、まあ、これがさ、フォトグラフィーデザイン by フェンファンっていうことで、フェンファンがデザインして写真撮ったりしてっていうさ、この世界観もマジで良くない いやー、てかさ、なんか、やっぱこういうの見て思ったけど、今までのさ、INI のやつ、めっちゃかっこいいじゃん。まあ、コンセプトフォトでいっぱい出てね、うん、かっこいいじゃん。でもなんか、あのー、ずっとバチバチに、ガンみたいな、目線ガンみたいな、なんか、キメキメのキメが多かったわけやね、うんか、結局。 うんうん。そうだね。そう。でも結構、まあそれ最高な。最高だからそれ続けてほしいんだけど、やっぱそれとちょっと雰囲気が違うからめっちゃ新鮮に映ってすごいいいなと思ったわ。いや、そうなんよ。なんかメンバーが撮るメンバーだからこそ出せる表情とか、この質感っていうかその言語化しにくいなんか雰囲気とか空気感みたいなのがほんと出とってほんと最高なんよね。 うん。わかる。なんかさ、SM とかありそうだよね、こういうのね。あ、わかる。かるそ,うそうそうそう。SM がありそうな質感ないよ。うん、そう。だから、やっぱ K-POP 好きなフェンファンだからこそさ、その出せるものでもあったりするんかなとかね。 えー、フェンファンさ、そのやりたいのはさ、もうそのインタビューもあったしね、知っとったけど、うん、なんか、うまいのすごいね。なんかさ、うん、フェンファンってさ、日本語能力もすごいし、<laughs> うち、うちらってか私より日本語能力すごいし、うん、なんか、写真とかなんていうか、そういうデザインの方もいけるんですかっていうさ、なんか、ね、<う>あっぱれ感 <laughs> 何みたいな。なすごいよね。っぱ多彩。すごいよね、うん、天才じゃん、マジで。やっぱさ、そうなんて。 <ん>そうなん <laughs> もう絶望感じつつわかる <laughs> そうね日本に留学来てねだからもうさすごいのよ、はい、本当にもうネートエッグも900点台だしさもうやばいんぜ <laughs> もうフェーパンは <laughs> 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 何ちゅう何ちゅう人が来てくれたんけど本当にありがたいね本当ありがたさしかないよねいいねこのもわっとした感じがいいね本当にね、うん、そうなんそうなん あの、個人的にはさ、あの、チームで分かれてる感じのやつが好きだわ。なんか、うん。やっぱ新しく感じるね。全員でさ、なんか座って、西君が下向いてたりとか、なんかそういう感じってやっぱね、うん、珍しい。わかるわかる。いい。うん。ね、結構その、 みんなこっち見て、バチッみたいなんじゃなくて、ちょっと自然な感じがあるよね。そう。あ、あとあの、まさにーが笑っとるやつで横向いてさ、みんなで横向いてみたいな。あー、い,いいね。そう。体の向き横でみたいなやつの。わ、うん、かる。なんかちょっとクスッとしちゃったみたいな感じ、そのまま残してる感じいいよね。えー、いい。いい。そうなぁ。最高なねえ、めっちゃいいもん。もうこれ写真集出してほしいぐらいこれで。え、わかる。うん。わかる。やっぱなんか、はぁ、あ。 あてかみんな、てかさ、メンバーがやる言うてさ、普通さ、ね、いろいろさ、うん、自分たちでやっていくのが大切って言ってやるじゃん。うん。でもさ、センスない場合も全然あると思うんだよ、普通。いやー、そうだね。わかるわかる。あるから怖いよね。<あ> <laughs> 本当にな。うん。そのさ、ね、フェアもやりたいって自ら言ってたからさ、でもさ、その、その自信あったところで本当さ、口だけの場合だってあるじゃんね。その、やりたいだけ、<laughs> うん、やりたいっていうだけでさ、実際そうでもなかったみたいな、うん、もう絶対あると思うんだけど、めちゃくちゃいいもの作ってくるもんね。うんうん それがすごいよね。だ西君の作曲もしっかり、うん、のこういう、ね、デザイン的なところ、写真のさ、テクニック、うん、そうテクニックすごいわからんけど、うん、なんかそういうところしかり、もうな,なぜみたいなセンスあるってなる。<laughs> 本当に。いや、そうなんいや、いいね。でもこうやってどんどん本当に作品作りにさ、いろんな面で携わっていく感じが面白いし、うん、いいよね。うん、なんかさ、こういうのってさ、最初こう、なんか始めた時とかってさ、あ、始めたんだ、 すごいねすごいねってなるけどさなんかさこういうのってなんかふと結構たったある時にえめっちゃあ i えないのカラー出てないみたいな感じになりそうじゃないあー確かに確かにそうだねこれ続けていくことによってどんどん確立されてって気づいたら<う>みたいな振り返ったらみたいなねそう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 ,うんなんかあれもうなんかめっちゃあ i のカラーじゃんみたいななんかなってそうな気がするあ<ー>、うん、いいねいいねいいねあそうだわそうだよねうん、うん で、以上ね、今回は、INI の6枚目のシングル、ザ・フレームのね、売り上げについてとか、あと、ウォーキートーキーについても触れてったんだけど、いや、ちょっとまあ、そう、売り上げがちょっと今、ちょっと、今ちょっとさ、ウォーキートーキーの気分になっとったけど、ちょっと売り上げのこと思い出したらまたドキドキしてきたわ。そうだよね。<laughs> 皿洗い中、ヤスシが、つまんからどうしようとか考えとるぐらいだもんね。そう。ふとした時に。いや、その手はあるな。ヤスシが、ポケットマネーで5万つんだら、まあ、終わるな、とか。<laughs> <laughs> よそし。あ、でも五万か、ちょっとあり得るね。そう。5万ぐらいだったら、五万ぐらいだったら、そう、水に切りそうじゃん。五万枚くらいだったら、わからんけど。五万、5万枚待って、私さ、今さ、五万円だと思って言った。五万枚だ。そう、すごすぎんだとしても。万円だったら、ミニだってつむちゃよ。そう、5万枚。五万枚。五万枚分の売り上げ。 <laughs> 5万円だったらミニもつむっちゃえばすごいワルだから。それもすごい、<は>それもすごい。<laughs> いや、<laughs> <に>それもちょっとね、すごい話なんだけど、まあそう。うん、うまあまあまあ、だから、うんどうなるかだね。そうだね。まあでもさ、会えない。最高だね。超そうだね。<laughs>